人生どこかの時点で妊娠検査薬を使わなきゃいけない時ってあるよね。でも全ての女性が同じリアクションをするわけじゃないよね。検査の結果は同じだとしても、でもやっぱり誰でも叫んじゃうかも。結局嬉しい妊婦さんとそうでもない妊婦さんがいたりして、2人の妊婦さん、2人ともお腹が空いているみたい。おいしそう、赤ちゃんがトマトを欲しがってるわ。おいしい。これおいしいのかな。ま、甘ければいいか。うわ、変な味。これ下げてよ。申し訳ございません。もう、うわ、それ誰が頼んだの？そうそう、これよ。待って、あのさ、マヨネーズ、マスタード、レタス、ピクルスを頼んだんだけど。少々お待ちを。こちらおすすめですよ。甘く美味しくするにはこちらです。いっぱいかけましょう。はい、それからホイップクリーム、たくさんかけますよね。そうそう、いいわね。悪くないじゃない。スプリンクルも忘れずに。完成です、どうぞ。あの子わかってるじゃない、糖質たっぷり。いただきます。肉を忘れちゃダメよ。お誕生日の気分、最高。ああ、これよ。人生最高の日だわ。妊娠っていいわね。そうじゃない、ベラ。食欲がなくなったわ。うわ、この部屋豚小屋みたい。片付けなんてしたくないのに。取れないわ。ああ、この角度なら。取れた。ベラ、ただいま。あ、掃除したのよ。ふぅ。わかってるわ。大変な日だったのよね。ストレスが溜まったでしょ。ゆっくりコーヒーでも飲んで。爪が割れちゃって。まったくいい奥さんだよ。私たちいいチームよね。ああ、お腹すいた。おっと、落ちちゃったわ。どっちにしても届かないし。ねえ、どうしたの？ポテトチップが落ちたの。靴下も。はあ、分かったよ。全部拾ってね。散らかってるな。あら、これ便利。拾って。妊娠って男女両方大変だな。あなただけよ。よかった、席が空いてる。ふう、赤ちゃん大丈夫？あら。いいですか？赤ちゃん蹴るかもよ。すくすく育ってますね。素晴らしいわ。あ、もしよければ。ありがとう。赤ちゃん、こんにちは。大勢の方が楽しいわね。椅子に座れさえしたらね。当分指が使えないわ。僕もだよ。妊娠した女性のお腹を触っちゃダメなのよ。少なくともまず聞いてよね。怖いの？もう触りたくないっての？触る？やだよ。なんですって？逃げろ！変な奴ら。これでベンチを独り占めできるわ。赤ちゃん、私たちだけのものよ。邪魔者は消えたわ。赤ちゃんはこういうのを食べるんだ。面白いわ。
自分で離乳食を作るなんて、道具は全部あるしね。これでいいわ。赤ちゃんバナナが好きだといいな。ちょっとだけね。入れすぎないように。よし、水の温度に気をつけなきゃ。うん、完璧。ここが大事なのよ。ここまではいい感じ。次はよく振るの。うまくいってるわ。まずは味見しなきゃ。ああ、いい匂い。うん、悪くないわ。赤ちゃん気に入った？あん、かわいい。赤ちゃんの気持ちがわかるわ。赤ちゃんってこんなの食べるの？へえ、びっくりだわ。自分で作らなきゃいけないの？そんなに難しくないよね。おっと、誰も見てないよね。カウンター汚くないといいけど。よし、次は？少量の水？美味しいのかな？混ぜなきゃね。うわ、まずい。はあ、気に入った、赤ちゃん。うわ、すごく怒ってるわ。こんなの飲ませないわよ。でもソーセージは好きよね。作り方は分かってるのよ。ボトルに入れるの。合うかな？甘くて塩味で最高よね。赤ちゃんケーパー好きかな？まあいいわ、入れよう。大事なものを忘れてた。よく冷えたコーラよ。赤ちゃんコーラ飲めるよね。いいアイディアだわ。入れすぎないように。おいしい。晩ご飯ができたわよ、赤ちゃん。面白い色ね。気に入った？私いいママになれるわ。赤ちゃん泣かないの？デリバリーね。来たわよ、赤ちゃん。早かったわ。ワクワクする。全部あるといいけど。あー、可愛すぎて死んじゃう。小さいし可愛い。すっごく気に入ったわ。返品しないで取っとくわ。いっぱいあるけど、これも追加ね。本当にいっぱいね。素敵。服のコレクションがもうすぐ完成するわ。これでいいわ。よし、始めるわよ。赤ちゃんに洋服を作ってあげるの。私の目に狂いはないわ。うん、ワンジーのアウトラインを描くのよ。ああ、小さなアームホール。ここからが楽しいのよ。チョキチョキ。うん、簡単じゃない。カードが難しいな。よし。うん、ダメだわ。でも大事なのはこれよ。ホチキスは万能よ。ミシンなんていらないわ。できた。見て、小さい洋服。ちょうどいいサイズだわ。やばい、緊急事態発生。大丈夫、助けてもらえるはず。こんにちは。助けてください。ソーダの飲みすぎはダメですよ。はい、終わり。帰って。ねえ、見てて。ナイス、やった。じゃあね。小銭もらえますか？
かわいそう。そうだ、いいこと考えた。どうぞ、ポテトあげる。食べて。あ、ジュースも。喜んでもらえるかな。これも、はい。わお、ありがとう。待って、寒いかな。助かったよ。私は平気よ。役に立ててよかった。最高な曲だな。うわ、運が尽きたみたいね。そうだ、ギターの登場。これで解決。昨日練習してよかった。やった、お金もらえた。計画成功。ふう、おしまい。お金をかき集めて、現金がたくさん。はい、どうぞ。バーガーでも買いな。うっそ、こんなにくれんの。どうもありがとう、僕の天使。そう、大したことないわ。じゃあね。面白い。君にサプライズがあるんだ。わあ、キャンディー、やった、嬉しい。じゃあ行こうか。うっ、待て、危険を察知。危険？嘘、本当に？気をつけて、危ない。近づかないで。これで安心。行く準備できた？ん？電話？もしもし？うん、元気。嘘、すごい。わあ、犬？かわいい。こんにちは、かわいいわね。毛もふわふわ。いい子ね。バイバイ。一日の始まりにラッキー。さあ行くわよ。こうしてこう。なんだか分かってきたかも。うわ、ペンが出なくなっちゃった。たくさん持っててよかった。これで大丈夫。こっちのペンは微妙かな。違うの試してみよう。どれどれ、手触りよし、味もよし。このペンが正解ね。これで勉強ができる。ペンが出ないんだけど。最悪。あの子たくさん持ってる？一つ貸してもらえるかな。ダメだ、聞けない。どうすればいいの？あ、ペンが落ちてるじゃん。よし、準備 OK、 行くわよ。こっそり下から行って。え、なに？あった、私の目指していたものゲット。あとは机に戻るだけ。これで授業も集中できる。で、これもダメ。はあ、頼んでみるしかないか。うわ、ハロー。猫ちゃん、今日もいい子ね。写真を撮りましょう。仲良し。かわいいわね。毛を溶かさなきゃね。
朝食の時間、一緒に食べよう。よしよし。おいしい？ディアブロ、今日もいい日だね。そうだ、はい、これいい子ね。準備するわよ。まずは首輪を選ばなきゃ。うん、絶対これね。完璧、そう思わない？君にはこれね。できた、ハンサム。学校って大好き。ああ、荷物が全部落ちちゃった。どうしよう。そうだ、ぬいぐるみのスノーエンジェル、楽しかった。でも片付けがめんどくさい。荷物が多すぎ、処分しなきゃ。難しい。はい、どうぞ。君にもね。これ何？どれどれ、入れる場所なんてもうないわ。こうなったら無理やり。ダメ、出てこないで。ダメか、こら、出てこないで。なんで言うこと聞かないの。もう少し押し込めば。よし、できたみたい。やっと、私って天才ね。嘘でしょ。この映画面白いな。最高だろ。このポップコーンも美味しい。ごめん、先どうぞ。僕が食べさせてあげる。おいしい。暑くなってきたかも。はい、これ氷入ってるよ。ありがとう、助かった。この椅子、座り心地が悪いかも。もう、あ、そうだ、この枕。はい、腰にいいから。ちょうどいい、ありがとう。君は最高だよ。そっちこそ、足上げるわね。この子に会うの楽しみ。準備はできた？もちろん、覚悟しなさい。結構うまいじゃない。私が勝つわ。ねえ、飲み物取ってきてもらってもいい？もちろん、待ってて。はい、そうだ。おいしい！ロックの気分になってきた！僕に任せて！好きな曲！お金があれば妊娠は楽しい！それはまるでゲームのようなもの。現金がたくさん。ん？何が起こってるの？わあ、素敵。そっちは？私の番。ん？お札じゃない。何もない。お金がないって最悪。しょうがない。でもずるい。子供部屋可愛くない？ハニー、金のベビーカー買ってきたよ。ほら、わー、
待って、ベビーカーを押すのは専用の運転手。最高、楽しみね。なんだ。ありがとう。押しましょうか。今から練習ね。はい、どうぞ。アイスクリームでも買いに行きましょう。え、金のベビーカー、そんなの見たことない。私なんて普通のさえ持ってないのに。あ、あれは想像力を働かせなきゃ。ママだからこそ発明できるもの。可愛くない？試してみよう。はい、入って暖かくしてね。楽しみ。いらっしゃいませ、何かお探しですか？この洋服かわいい、キラキラね。わお、美しい人。これに決定。それかこれ。なんだかちょっとクラクラしてきた。あ、椅子がある。ちょっと休憩。ここ暑くない？ん？あら、ホテルですか？もう少し涼しくしてくれない？そうですよね。よくなった。これとあるもの全部ちょうだい。ただいま。これで全部です。他にありますか？それだけよ。これで足りるかな。お金がたくさん。次行くわよ。じゃあね。すごい。いやさ。あ、こぼしちゃった。せっかくの朝ごはんが。はあ、これもボロボロ。誰か助けて。うん、もう入って。よっしゃ。でもギリギリ。いろんな洋服がある。何かお探しですか？これおすすめですよ。かわいい。5ドル？うん、少し足りないですね。セール品は向こうです。ありがとう。わあ、1ドルでいろんなものが買える。お金持ちになった気分。わーい。あら、すいません。これで完璧。じゃあね。はあ、このレストラン素敵ね。もしもーし。前菜です。はい、どうぞ。食べたいものはありますか？全部いただくわ。ありがとう。美味しそう。でも味は普通。野菜嫌い？これがいいわね。グミ。わお、美味しかった。お呼びですか？メインコースもございますよ。全部下げて。わかりました。ああ、もったいないな、人気メニューなのに。今日のお昼ご飯はこれ。いい感じじゃない？塩ある？まあいいか。いける、お腹空いてるし。この味最高。
食器を洗わなきゃ。食べ足りない。誰も見てないし。終わり。洗う必要もなし。バイバイ。私って効率いいな。つまらない。テレビはどうかな。彼女綺麗。どうもありがとう。そうだ、いいこと考えた。ハロー。今すぐ。テレビより生の方が間違いなくいい。なんだか盛り上がらないわね。思っていたよりつまらない。もういいわ。はあ、足りない。これでどう。失礼ね。次。この人たち何？歌声はいいけど、もう十分。よっしゃ。次は？いい絵だな。行くぜ。嫌いじゃないかも。なんだか乗ってきた。最高。これ全部持ってきて。いけ。楽しかった。いい対響になったんじゃない。この曲最高。赤ちゃん聞こえますか。あ、そうだ。入らない。もう聞かせてあげたいのに。頑張って。うそ、壊れちゃった。でもそうだ、これとこれが必要。私の声好きかな。好きみたい。たくさん買ったな。ふう、大げさじゃない。テレビ、僕はキッチンにいるね。今日買ったもの開けてみよう。見て、これすっごくちっちゃいの。次はこれ。当分は使わないわね。あとはかわいすぎる。あんな靴あるの。これより全然かわいい。ハニー、なんだい？あの靴欲しい？え？確かに可愛いけど、まあいいや、お好きに。いただくね。これでいい？うれしい！買い物はこれで終わり。ね。わお、かわいい。しかもちっちゃい。え、200ドル？これで？はあ、こっちもいいかも。お手頃だし。これください。はい、4ドルです。あれ？2ドルしかない。何も買えないなんて。あの子の靴はいくら。まあいいか。
変なの。やばい、遅れちゃう。香水もつけたし、本格的な遅刻だわ。あー、すみません。大丈夫です。でもバッグを拾ってくれません。遅刻だわ。それじゃ、もう自分で拾わなきゃいけないので、あとちょっと届かない。はあ、疲れた。忙しい日だったわ。さあ、ゆっくり寝よう。あ、バッグが拾えないのに。ふう、夢か。ん？何をどうしたのよ。妊娠したの。ベティ、お腹空いたわ。やった、ご飯だ。あら、これじゃ足りない。全然ダメ。これもらうわね。これでよし。でも私のは何か他にも食べるものあるよね。何もない。何これ、マスタード、ピクルス、鮭、そんなのどこにあったの。ケチャップつけたら美味しそう。なんだか見ずにいられない。ホイップクリームも合いそうだわ。うげん、まずそう。仕上げにイチゴも乗せちゃおう。こういうのが食べたかったの。ツリーの飾り付けて楽しい。今年はあなたが星を飾ったら。うん、いいのよ。泣いてるわ。妊娠して感情が不安定なのに。はい、あなたが飾って。どうもありがとう。綺麗よ、うまいじゃない。ベティ、ダメよ。ごめん、いいのよ、切って。やっぱりダメ。なんなの、キュウリを切ってるだけじゃない。すぐ感情的になるんだから、自分用にこれだけ持っていくわ。かわいそうなキュウリ、もう一つになれないなんて。どこにいるのかな。ベティ、ここよ。あー、痛かったわ。ベティおばさんが来たわよ。この教室は、地理の授業は214教室だけど、ここは321だ。迷っちゃった。あ、あの人たちに聞いてみよう。214ってどこか知って。あら、赤ちゃん、かわいい。みんなお腹を触りたがるんだから、教室にたどり着けない。シャワーでリラックスしよう。ゆっくり温まりたいわ。ああ、無駄毛処理か。足剃らなきゃダメかな。でも剃った方がいいわね。よし、足を上げて。ああ、お腹が大きいといろんなことがやりにくいわ。シェービングクリームをつけて。たくさん生えてるからいっぱいつけなきゃ。足首に届かない。できる限りやらなきゃ。目いっぱい手を伸ばして。ふう、なんとか剃れてるわね。はあ、一苦労。まあこれでいいわね。次は立ち上がって。さて、スリッパから靴に履き替えよう。靴べらって妊婦にとっては最高の発明よね。履けた。うわ、足首の毛が出てる。靴下に隠しちゃえばいいよね。よし、出かける準備完了。お花、ここに置こう。
うん、いい匂い。うわ、このシャツすごい匂いがする。あー、ごめんベティ。いいのよ、洗濯しておくから。あ、バラだ、いい香りがしそう。うぃー、嫌な匂い、気持ち悪い。このパッケージを貸して。ちょっと、洗濯カゴなのよ、汚い。あ、洗濯用洗剤、嗅がせて。うん、いい匂い、バラよりずっといいわ。妊婦の嗅覚って本当に変なんだから、洗濯は今度にするわ。はい、匂いだわ。100回溶かせば髪がツヤツヤになるはず。え、なんで？見てよこのメール。あー、ベティかわいそうに。なんで別れるなんて言うのよ、うまくいってたのに。いけない、トイレに行きたい。電話さえしてくれないの？メールで別れを告げるなんてひどいわよね。でもごめん、ちょっと待って。許せないわ。本当よね、ベティ、全部吐き出して。それに土曜日に降るなんてひどすぎる、ありえないわ。ごめん、またトイレに行きたくなっちゃった、すぐに戻るから。なんでみんな離れていくの？かわいそうなベティ、悲しそう。もう、またトイレに行きたい。もうベティ、一緒にトイレに来て。ここに立って話し続けて。そうよベティ、彼ひどすぎるわ。ベティ、はあ、すっきりした。すっきりなんてしてないわ。なんてこと言うの、吐き出してすっきりしてって言ったのよ。そうよね。そう、彼女落ち込んじゃって。ごめん、かけ直すわ。はあ、お腹が大きいと拾うのも一苦労なのよ。ソファーに座れば取れるかな。ダメだ、届かない。両手を伸ばせばいいかな。もうイライラする。指を見て思いついたわ。待ってなさい、イヤフォン。マジックハンドがあれば何でもできるのよ。こうすれば拾える。やった、取れた。拾ってみせるって言ったでしょ、イヤフォンさん。あれ、いつの間に夜になったの？結構美味しいわね。わー、彼私に手を振ってる。こっちに来たいのね、いいわ。彼かっこいい。あ、先に話すのね。長い話ね。妊娠してると眠くなっちゃうのよね。ちょっと頭を休めようかな。大丈夫よ、起きてるわ。顔に何かついてるよ。あら、本当だ、食べちゃおう。ごめんなさい、トイレに行くわ。彼女妊娠してるの？チケットを拝見、持ってない人は入れませんよ。次の方、お客様。はい、チケット、どうぞお入りください。次の方。最高、この椅子座り心地がいいわ。楽しい夜になりそうね。いけない、また眠くなってきちゃったわ。ちょっとだけ目を休めようかな。だからね、彼女に自分らしくなりなさいって言ったのよ。こんばんは、会えて嬉しいわ。ねえ、そこに座っていいかしら。わかったよ、床に座るから。ベティ、あの番組見た？ごめん、お腹が大きくて狭いわ。一人どいてくれない？ああ、私がどくわよ。床にようこそ。まだ狭いわ。悪いけどどいてくれない？まあいいけど。これで楽になったわ。ねえ、ちょっとずれて見えないから。
これでいいわ。映画をつけましょう。こんなはずじゃなかったんだけど。映画のポップコーンって最高。目が覚めたわ。ああ、お願い。やった、妊娠してない、安心した。ふう、まだ入ってよかった。先週買ったばかりだし。うん、ダメか。こっちの方が私らしい。はいはい。もうどの服も全部微妙。捨てちゃって。これもいらない。ベティ、またホルモンかい？わかった、買いに行こう。あと1点で勝ち。このズボン入らない。妊婦向きじゃないわね。はぁ、買い物したいな。なんだよ。答えはすぐそこね。よし、旦那の古着が役に立つなんて。この番組面白い。そうかい。服返してもらえるのかな。あと少し。ふう、早くやっちゃおう。運動開始。ジムなんていらない。よし、準備 OK。 よし、行くわよ。伸ばして、引いて。片付け疲れるな。ふう、次はストレッチ。よいしょ。1。この床汚すぎじゃない？そろそろ替え時かな。汚い？うん、間違いない。これでよし。腕も鍛えないとね。水持ってきてよかった。疲れたな。今日暑いわね。うん、他に欲しいものは？あなた、なんだい？甘いものちょうだい。もちろん、これをあげる。違う。他は何があるかな。これでどう？たくさんあるよ。好きなものをどうぞ。まだあるからね。チーズはないの？しまった、チーズを忘れたなんて。僕らしくない。興味深い。でもなんだかお腹が空いてきた。何が欲しいかな。塩気のあるもの。あなた、どうしたの？おやつちょうだい。はいよ。やった。はい、ポテチ。君の好きな味だよ。わあ、どこで見つけたの？ありがとう。楽しんで。用があったら呼んでね。待って、もう一つ。甘いものも欲しいな。もちろん。ありがとう。うわ、びっくりした。それは？甘いものが欲しいんだろ。デザートの匂いがするよ。いちご最高。魚も持ってきて。魚？探してみる。うん、おいしい。
はい、魚を取ってきたよ。あら、本当ね。匂いが気になる？シャンプーがいい匂いでよかった。ベティ、いつ来るかな？そろそろだよ。ベティ、まだ目を開けないでね。もう着くよ。あと少し、いい？サプライズ！パーティーだよ。わあ、ありがとう。性別を発表します。早く割りましょう。1、2、3。やったー、男の子だ。信じられる？男の子かな、女の子かな。何もなし。もっと集中しなきゃ。もう一回、赤ちゃんの性別はどっち？はぁ、役立たずめ。これならいけるかも。って、ダメか。しょうがない、カードで。よし。どっち？これは？うまくいかない。あ、男の子、女の子、男の子、女の子。あらわらわよ、いやよ、うん。うわ、何があったの？まあ、どっちでもいいや。はい、痛い。座ってて。本当に大丈夫？あなた、君のベッドだったね。大変だ。私に任せて大丈夫よ。先生、助けてください。彼女が助けてって。この中暑い。どうしたの？何でもないわ。見てられない。しっかり押し出させてね。うん。あなた。うん。行くわよ。ふぅ。やばい。男って、呼吸して。出てきて。ついに。何があった？生まれたわよ。ほら。もうしょうがないわね。今日は仕事休むよ。もうすぐで生まれるからね。なんだって？いつも電話してるの？メールは読んだのか？よし、吸って、吐いて。ふぅ、ふぅ、ふぅ。水を取ってくるね。はい。今はいらない。いらないってば。じゃあ僕が飲むね。うん、それで。頑張って。はい、どうぞ。ありがとう。最高だったよ。家族が増えたわね。息を大きく吸って、吐いて。リラックスして、ゆっくり安定した呼吸をするのよ。わかりました。いけない。何この匂い、大変。癒してあげる。
私たちここにいない方がいいかも。何が起こったんだ？同時に名前のカードを取るなよ。これよ、ビッキー。いや、ソフィアの方がいいよ。ビッキーよ。ソフィアだよ。ビッキーよ。ソフィアだって。ビッキーよ。ビッキーでしょ。ビッキーでいいよ。よくシャッフルして並べよう。よし、いいよ、座って。名前を並べたよ。ベラはどう？ラナの方がいいわ。なんだって？ベラの方がいいよ。ベラって美しいって意味なんだよ。絶対ベラだ。あら、そう？これでどう？これはもらうわ。これを持って。こんにちは。準備はいいですか？サングラスをつけて、行きますよ。うん、ラナがいいよ。こんにちは。お座りください。すみません。温度を上げてもらえますか？いいですよ。ああ、座りたかった。ここ、暑いわね。すみません。温度を下げてください。はい、いいですよ。寒すぎるわ。上げてください。うん、よくなった。汗だくだわ。上げて。いいえ、下げて。上げて。下げて。やってられないよ。まあ、大げさな人ね。うん、よく寝たわ。さあ、何を食べようかな。残り物があるわ。美味しいのよね。電子レンジで温めよう。あとは待つだけ。うん？電子レンジが動かない？もう温めてよ。がっかりだわ。このピザカチカチに凍ってる。全然温まってない。ダメ、冷たすぎて食べられない。ん？そうだわ。やった、熱い息のおかげで助かったわ。そうそう、この味よ。赤ちゃん、お腹すいた？ママもよ。何か食べましょうね。いちごのヨーグルトはどう？おいしいわよ。スプーンはどこかな？うん、普通のヨーグルトね。でもなんか違うのよね。そうだわ、アイスクリームがいいわ。ちょっと冷やしましょう。よし、フローズンヨーグルトのアイスキャンディーよ。うん、さっきよりずっと美味しいわ。最高。おっと、曲がり損ねるところだったよ。ねえ、見てくれない？レースワンピとオフショルワンピ、どっちがいい？ちょっと、聞いてる？なんなの？ひどいわ。うわぁ、コントローラーが熱い。手が燃えちゃうよ。さあ答えて、どっちがいい？ありがとう、優しいだね。うん、ありがとう、君もだよ。さあ着替えてくるわ。心が温かくなるよ。ただいま。あら、今日はどうだった？会いたかったわ。うん、仕事は悪くなかったよ。ならよかった。
ああ、足が疲れて痛いわ。足を高くしておくといいよ。お願い、マッサージしてくれない？ひどい、すごく疲れてるのに。そうだ、いいアイディアがあるわ。ちょっと、携帯を置きなさい。足が痛いの、マッサージしてよ。あー気持ちいい。生き返ったわ。大変、生まれそう。緊急事態よ、緊急事態。いけない。ちょっと待っててください、すぐ戻るから。やばい、一人になっちゃった。戻ってきましたよ。しっかり準備してね、体を冷やしましょう。かわいい赤ちゃん。おお、はい、あなたの赤ちゃんですよ。ママにそっくりなのね。生まれそうです。そうみたいですね。聴診しますね。うん、おかしいな。うん、うん、確かに出てきそう。さあ深呼吸してください。吸って吐いて。何が起こったの？ああごめんなさい。大丈夫、解凍しますから。これが使えそう。ふう、よかった、戻ったわ。呼吸ですよね。そうそう、そうよ、深呼吸して。うわー、生まれたわ、かわいい赤ちゃん。はい、どうぞ。私の赤ちゃん。